皆さんこんにちは。NPO 法人チャクラホームステイ代表のタミです。今回のテーマは、イディオムマスターへの道第2弾。英語でネイティブっぽく聞こえるイディオム5選です。今回の動画ではネイティブっぽく聞こえるイディオム5選を紹介していきます。前回の動画でイディオムとは何かを解説していますので、イディオムって何?という方は前回の動画をぜひ見てください。イディオムを制する者は英語を制する。この合言葉を胸に頑張って一緒にイディオムをマスターしていきましょう。ネイティブっぽく聞こえるイディオムその1。speak of the devil。友達と噂話や他の人の話をしているときに、その本人が来たらこのイディオムを使ってみましょう。噂をすれば影という意味になります。例文を見てみましょう。Hi Dave, speak of the devil. I was just telling Sarah about your new house. Hi Dave, speak of the devil.I was just telling Sarah about your new house. デイブ、今ちょうどサラとデイブの新しい家について話していたんだよ。噂をすれば影。ネイティブっぽく聞こえるイディオムその2。Once in a blue moon。めったにないという意味の慣用句となります。このイディオムはよく会話に出てくるので、ぜひ覚えておきましょう。例文を見ていきましょう。I only go to the movie theater once in a blue moon. I only go to the movie theater once in a blue moon.私はめったに映画館に行かない。ネイティブっぽく聞こえるイディオムその3。Let the cat out of the bag。このイディオムはうっかり秘密を漏らすという意味のイディオムになります。つまり、絶対に言っちゃダメだよと言われたことを言ってしまった時に使うイディオムなので、なるべく使いたくないイディオムとなります。例文を見ていきましょう。I let the cat out of the bag about the birthday surprise. I let the cat out of the bag about the birthday surprise.お誕生日のサプライズに関してうっかり言っちゃった。ネイティブっぽく聞こえるイディオムその4。Call it a day。今やっていることを切り上げるという意味のイディオムです。仕事を終えるときや今やっていることを切り上げるときに使います。例文を見ていきましょう。Let's call it a day。今日はここまでにして切り上げよう。ネイティブっぽく聞こえるイディオムその5。The last straw。直訳すると最後の藁となりますが、もう限界という意味のイディオムとなります。子供に何度注意してもやめないときなど、もう限界やめなさいというときなどに使えるイディオムとなります。例文を見ていきましょう。This is the last straw. Clean up your room. This is the last straw. Clean up your room. もうこれ以上言わさないで我慢の限界、部屋を片付けなさい。今回出てきたイディオムは、speak of the devil。噂をすれば影。Once in a blue moon。めったにない。Let the cat out of the bag。うっかり秘密を漏らす。Call it a day。切り上げる。ここまでにする。The last straw。もう限界。どれもよく会話に出てくるイディオムですので、ぜひ覚えておきましょう。今回のテーマは、イディオムマスターへの道第2弾。英語でネイティブっぽく聞こえるイディオム5選でした。少しでも役に立ったなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。